はい、今日はですね、フレームサンドブラストかけて、でサイドカーのねフレームも部分的にねサンドブラストかけました。それで、プラサフまで吹いて、今日はね一日終わってしまいました。フレームの方のサンドブラストがね、結局昨日の午後ずっとやってて、午後からやりだしたんですね。で、まあ割んなくて半分ぐらいしかできなかったんですよ。で、今日も結構ね、夕方までかかってね、やっとサンドブラスト全面的にね、かけることできました。それで、このサイドカーのフレームはですね、錆びてるとこだけ、どれくらい錆びてるか、ちょっとね、塗装剥がれそうなとこ剥がしてみて、それでサンドブラストかけて、その錆びたところの 近辺だけサンドブラストかけて、で白ねだいぶ残ってるんですよ。で、まあそのままね塗装することにします。でこれね、塗装ねすごく硬いんですよね。やっぱりパウダーコーティングしてあって、ただね下に錆びがあるところはこういうふうにね簡単に落ちるんですよ。でサンドブラストを当てると、普通のところはね、全くこう、落ちてくれないんですよね。ただね、錆びて、下が錆びて浮いてるところはね、サンドブラストかけると、あっという間にね、こう、塗装もね、剥がれてくれて、最初どこまで本当、錆びてんだかちょっとわかんなくてね、どうしようかなと思ってたんですけど、まあ、その錆びの周り、ちょっとね、広めに、サンドブラストかければまあわかるんでね、まあそれであとは大丈夫ってことにとりあえずして先に進もうと思います。でこれほんとね、パウダーコーティングってすごいですよね。この塗装ほんと硬くて、で私今日ね YouTube の、私あんまり YouTube の動画見ないんですけど、このパウダーコーティング、DIY でね、やってる人の動画とかちょっと見てたんですね。そしたら、結構簡単にできそうだったんで、今度ね、ちょっとやってみようかなと思います。で、釜とかね、必要だと思ったんですけど、なんかストーブとかでね、できるみたいで、まあ、それだったらね、やってやれないこともないなと思いまして。で、今ね、ここちょっとサビがあるんですけど、これ多分ね、下から来てるサビじゃないなと思ったんですね。で、カッターでこのサビのところをグリグリやったら、取れるんですよ。で、下からやっぱり来てるサビではなくて、この上に何かが乗ってて、それのサビがね、たまたまちょっと映ったっていうだけのサビみたいですね。で、こういうところ何箇所かあったんですけど、まあペーパーでねちょっと磨いたらすぐ落ちる感じです。でこのパウダーコーティングってね、表面がねツルツルなのかと思ったら、結構柚子肌のね大きい柚子肌って感じで、かなりねこううねってるんですよね。でペーパーかけるとね、ところどころこう出てるところは当然曇るんですけど、素焼けしになるんですけど、へこんでるところはペーパーが当たんないんでね、光ってるんですよ。それがねすごく大きな感じで、普通の二液ウレタンの塗装した柚子肌よりももっとねこう大きな波っていうかね、柚子肌でちょっとねびっくりしました。で、この今ね、使ってるサンドブラスト、これ部分的にやるにはね、本当いいかなと思います。お値段すごく安いんでね、下の概要欄の方にリンク貼っときますので、もしよかったらね、見てください。今このサビ、サンドブラストかけた左側、ちょっとね、下にこう落ちたところ、あそこはね、このサンドブラストだと当てられないんですね。だから、ああいうとこは作業できないんですけど、角っことか平面とかね、ある程度のとこはこれでサンドブラストかけれるんで、1個持ってるとね便利かなと思います。で
これが使えないところは直圧式のサンドブラストかけたんですね。で、結構ね、高圧で当ててもね、パウダーコーティング飛ばないんですよ。ただ錆びてるところはあっという間に飛んでくれて、ほんと強いですね、このパウダーコーティングって。で、これの作業だけでね、1時間以上はやってたかな、多分。まあ、今日はね、フレームの方の、モトコンポのね、フレームの方がメインだったんですけど、まあなんとかね、今日終わらせて、プラ作までは吹けたんですけど、で、正月休み、明日が最後なんですね。だから明日のね、もう朝一から、プラ作のね、研ぎをして、できることならね、そのまますぐ塗装入りたいんですね。で、まあ、多分乾燥はしないだろうから、そこで終わっちゃうのかなとは思うんですけど、で、今これ、塗装、錆びてるところ剥いで、その鉄がむき出しになったところだけプラサフ吹いたんですね。そうするとやっぱりね、ちょっと段差ができるんですよ。で、その段差も埋めないといけないからね、ちょっとどうしようかなと思ってるんですけど、もし塗るんだったらね、明日一緒にこれも赤で塗りたかったんですけど、で、これサンドブラストかけた状態ですね。で、ここから2液ウレタンのプラサフ拭いていきます。それで最初に脱脂してたんですけどね、最初ね、この左側のね、サイドカーのフレーム、これね、全面的にプラサフ拭こうかなと思ってたんですけど、なんかすごいでかくてね、なんか塗るの大変そうだったんで、結局は鉄板剥き出しにしたところだけの処理に変更しました。ただね、この今から脱脂するんですけど、これシリコンオフで脱脂してるんですね。この時点ではね、全体的にもう脱脂して、もう塗る気でいたんですけど、もうこれ夕方のね、5時過ぎぐらいから始めたんですよ。で、さすがにこれ全部塗ってたらやばいなと思って、で、まあ、鉄板の部分、鉄板剥き出しのところだけに変更しました。で、プラサフの上に塗装が乗りやすいのかどうかっていうのがちょっと私わからないんですね。で、プラサフ吹けばプラサフの上には間違いなく塗料乗りやすいんですけど、そもそもプラサフがパウダーコーティングの上に乗るかっていうのもあって、まあどうしたもんかなと思ってるんですけど、その鉄板剥き出しのところにプラサフ、今日ね、ちょっとドロッとした感じで、粘性持たせたプラサフ塗ったんですね。ただそれでもね、やっぱり段差消すことはできなかったんですね。明日ちょっと研いでみて、ただ研ぐって言っても、パウダーコーティングの方すごい硬いんでね、そのプラサフの段差まで持っていけるかっていうのがちょっと、わかんないんで、とりあえずね、乾燥して、明日の朝ね、乾燥した状態を見て判断しようかなと思います。今ね、一応エアでね、埃飛ばしてたんですけど、今日風もないしね、埃ほとんど乗ってなかったですね。で、塗装しててもね、今日ホコリは多分1個ぐらいなんかちょっとポチってついてましたけど、フレームの方に。それくらいでね、今日は比較的塗装しやすかったなって感じです。
で、プラサフもね、ちょっとこれグレーっぽいプラサフなんですけど、白っぽいね、プラサフ買っとけばよかったなと思いまして、赤色ってなかなか色が定着しないんですよね。なんかずっと透けて、なかなかね、赤にならないんですよ。だからグレーよりも多分白での、下地が白の方が、すぐにね、赤く染まると思うんですけど、で、もうこれか、塗装終わって今、吊るしてる棒を動かしてるんですけど、この時点で、この下にね、NS250 を止めることをすっかり忘れてて、逆の位置でやればよかったなと思って、ちょうど画面の左側にね、ハンドルの方来るんですよ。で、シートとかタンクとかカウルついてないんで、ハンドルの部分だけがね、すごく高い状態で、ちょうどその真上にこのサイドカーのフレームが来ちゃうんですね。だから逆に吊り直して。なんかギリギリ動かさなくても大丈夫だったかなって気もするんですけど、ちょうどマスターあたりがね、なんかぶつかりそうな感じで、最初からこの状態でね、塗装してればよかったんですけど、私いつもね、塗装終わった後になんか移動させたりするとね、よく落っことしてね、またやり直しとかっていうのも今まで何回かあるんでね。どうも見ていただいてありがとうございました。もしよかったらね、チャンネル登録の方もよろしくお願いします。で、この後もね、引き続きどんどん塗装とか組み立てとかもアップしますので、ぜひ見てください。